失敗しにくい雪の結晶の折り方を考えてみました。まず折り紙を少しずらして半分に折ります。次はその角と角をぴったりと合わせて折ります。ここの部分です。180度回したら中心に合わせてぴったり折ります。ここが中心です。中心のところに爪を当てて、この辺を折り上げ、先ほどつけた折り目に先をぴったり合わせます。ここですね。これでこの角が60度になります。裏返して折り目と折り目をぴったり合わせれば、これで六つ折りの出来上がりです。さらに半分に折って12折りにしたら、だいたい60度に斜めに切り込みを入れて、あとはまっすぐに切り取ります。これで雪の結晶の形が出来上がりました。最初ぴったり合わせて折ると失敗することがよくあります。半分に折ったら角と角を合わせて半分、ここでそのまま半分に折ってしまうと、上下が逆になって中心に爪を立てて折り上げているつもりですが、これは中心ではなくて反対側の方が下になっています。上下逆になっています。ですからこのまま折って同じように切ります。すると開いてみるとバラバラになってしまっています。はじめに少しずらしておくと、半分に折って中心に合わせて折って、次に上下間違えて折っても、端っこが2つに分かれているのですぐに気づくことができます。そんな時には裏返してください。そうすると同じように折ることができます。これを切れば初めと同じ雪の結晶の形ができます。この折り方を覚えたら、いろいろな方法で切ってみましょう。外回りの形を少し変えたり、中の部分を切り取ったりします。十二折りにしているので、どんな風に切っても雪の結晶の形に見えてきます。切り方が分からず不安だという場合は、型紙をダウンロードして、それを切り取り、線の通りに折って切っていけば必ず作れる動画もご用意しております。iCardかコ
コメント欄の URL から再生してください。コメント欄には型紙がダウンロードできる URL もありますので、どうぞご利用ください。雪の結晶はいろいろな使い方がありますが、ここでは短穂ステンシルの方法をご紹介します。切った紙を置いて、その上から短穂で色をつけて形を写します。これを12月の壁面飾りの背景として使うと、こんな感じになります。